木村優は日本の元プロボクサー。千葉県千葉市出身。定県ボクシングジム所属。第37代日本ライトフライ級王者。元 WBC 世界ライトフライ級王者。中学2年の時にドキュメンタリー番組がきっかけとなりフィットネスジムでボクシングを始める。奈良市の高校でボクシング部に所属し、インターハイ3位。国体2位の成績を残す。 一年後輩に、青龍館がいる。法政大学進学後、一年次で全日本選手権、ライトフライ級優勝を果たす。大学在学中より、定権にスパーリングなどで出稽古をしており、卒業後に入門。2006年10月7日、後楽園ホールで6回戦デビューを2回 TKO、勝利。デビュー5004畳1分後、2008年6月21日。 小の真に5回負傷判定負け、6戦目でプロ初黒星。その後、自分を真から変えたいと勝者に就職。2010年3月29日、小山健太を判定で下し再起。2011年、最強高楽園にエントリー。決勝まで進むが、10月15日の決勝で田口良一に6回 TKO 負け。プロ初の小負けで連勝も後でストップ。 2012年6月2日、元木健太を判定で退け再起。2013年1月12日、羽生拓クロウを5回 TKO で下し、デビュー戦以来の個勝利。2013年7月6日、福原達也に判定で勝利。2014年2月1日、井上直也の返上による、日本ライトフライ級王座決定戦として、日本ライトフライ級2位の堀川健一と、 対戦2から1の判定で制して初のタイトル獲得。2014年6月7日、日本ライトフライ級3位の知念勇気と対戦3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2014年11月1日、日本ライトフライ級11位の油田教師と対戦し、7回1分50秒、3から0の負傷判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した。 2015年4月4日、日本ライトフライ級5位の山口隼人と対戦し、8回2分49秒を、TKO 勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2015年6月20日、日本ライトフライ級王座を返上した。2015年11月28日、宮城県仙台市のゼビオアリーナ仙台で、WBC 世界ライトフライ級王者のペドロゲバラと、 対戦し12回2から1の判定勝ちで初挑戦ながら王座獲得に成功した。2016年3月4日、島津アリーナ京都で WBC 世界ライトフライ級6位で WBC ラテンアメリカフライ級王者が2番、ロペスと対戦したが、相手の手数の多さで押され12回0から2の判定負けで初防衛に失敗し王座から陥落した。 2016年4月5日、現役引退を表明した。引退後は、解説やコラム執筆、講演活動や社員研修、オンラインジムの運営、ヤフーニュース個人での執筆など多方面で活動している。ありがとうございます。